ののの上に釜と土をを描きこれを小麦の穂のリースで囲んだ国章である。1923年に制定され、1991年のソビエト連邦の崩壊まで使用された。この国章は、紋章学の体系に沿って作られていないため、紋章であるというよりエンブレムという型が正確で、あると呼ばれる。ソビエト連邦の国章は、連邦を構成する。 共和国の数が大きく変わるたびに変更を繰り返した。1923年から1936年までのソビエト連邦の国章オロシア革命後も相当の和紙が使われていたがソビエト連邦建国の際に反動的ということで変更をすることになった。最初の国章案は1923年7月6日。 ソビエト連邦中央執行委員会の第2回会合で赤字に国章が配置された最初のソビエト連邦の国旗と共に了承された。同年9月22日に最終案が作成され憲法草案の条項に載せるためさらに出直しされた。この案は翌1924年に成立した憲法では次のようになっている。 1936年から1946年までのソビエト連邦の国章1936年のソビエト連邦憲法ではザカフカース連邦共和国の解体に伴うアゼルバイジャン共和国、アルメニア共和国、グルジア共和国の新設やロシア連邦共和国から中央アジア部分を分割したことにより連邦構成共和国は11カ国に増えることに なっていた。このため、国章も新しくされた。大きく変更された点は、リボンの上の、バンコクの労働者、団結せよ、の文言が、新たに、アゼルバイジャン語、トルクメン語、ウズベク語、タジク語、カザフ語、キルギス語を加えた11の言語で書かれるようになった、ことである。1946年から1956年までの、ソビエト連邦の国章。 第二次世界大戦の初期、独ソ戦が始まる前の1940年、ソビエト連邦は、独ソ不可侵条約、ポーランド侵攻、バルト諸国占領、ベッサラビア侵中などを通じて、西に大きく、領土を広げており、連邦構成共和国は16カ国に増えた。しかし国章が、この変化を反映したのは、戦後の1946年になってからである。 ソビエト連邦最高会議官部会の決定による1946年6月26日の決定では全16カ国の構成共和国が国章の中に象徴されることとなった。バンコクの労働者、団結せよは新たにエストニア語、ラトビア語、リトアニア語、モルドバ語、フィンランド語を加えた16の言語で書かれることになった。また、アゼルバイジャン語、 トルクメン語、ウズベク語、タジク語、カザフ語、キルギス語の文言は、ラテン文字から、キリル文字への切り替えに伴い、新たに書き直された。1956年、カレロフィン共和国は、カレリア自治共和国へと降格し、直ちに国章にも変更が行われた。1956年9月12日のソビエト、連邦最高会議官部会の決定では、フィンランド語で、 バンコクの労働者、団結せよ、を書いたリボンは取り除かれることとなった。また、1958年4月1日のソビエト連邦最高会議官部会の決定では、ベラルーシ語による表記に若干の変更が行われ、これが1991年まで使われることとなる。ソビエト連邦構成共和国や自治共和国も、それぞれの国章を制定したが、 ソビエト連邦の国章に大きく刺激されたほとんど同じ図柄だった。1991年のソビエト連邦の崩壊後、かつてのソビエト連邦構成共和国の国章は、そのほとんどがソ連時代のものとは全く異なるデザインの国章を採用している。独立後の国章の制定においては、ソ連併合以前の国章を復活させる。 ロシア革命から内戦期に樹立された短命の独立国家の国章を採用するアゼルバイジャン、ロシア革命前の国章をベースとしたニークにアキラを制定する民族の伝統に則っ,ったニークにアキラを制定するなどの方法が取られた唯一の例外はベラルーシで独立直後はベラルーシ人民共和国で採用されていた国章を使用していたが 1995年にアレクサンドル・ルカシェンコが大統領に就任してからは、白ロシア SSR の国章に若干の変更がなされた国章が採用された。世界の共産党国家の国章にも大きな影響を与えている。東欧だけでもドイツ民主共和国、ハンガリー人民共和国、ルーマニア社会主義共和国、 ブルガリア人民共和国、アルバニア社会主義人民共和国、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の国章は、頂点に赤い星、中央にある国の象徴を、円内紙楕円状に麦穂が囲み、麦穂の根元にリボンが取り巻く基本的デザインが、ソビエト連邦の国章と共通している。また、ドイツ民主共和国、ハンガリー人民共和国、 ルーマニア社会主義共和国、ブルガリア人民共和国の国旗は、従来の国旗に、ソビエト式の国章を配置したデザインであった。このため、1956年のハンガリードーラや1989年の、ルーマニア革命や1990年ドイツ、再統一などでは、国旗の中心部に組み込まれている、共産主義の国章を切り取ることで、 反ソビエトや民主主義の意思を示す例もあった。東欧諸国の国章も1989年の東欧革命に伴い、その多くが共産化前の国章をベースに修正を加えた2区に明に変更されたが、この時に共産党時代の赤い星や釜と土が削除された。ありがとうございます。